こんにちは、えー、神戸大学の石川です、えー、今回は回復期における呼吸ケアとリハビリテーションについて講義をさせていただきました、えー、残念ながら回復期において呼吸ケアあるいは呼吸リハビリテーションというのは、まあ、今現在積極的に導入はされていない現状だと思いますただし、えー、多くの、えー、合併症として呼吸器疾患を持たれている方はたくさんいますしまた、えー、中枢系の患者さん 5年生肺炎を起こす方はたくさんいらっしゃるわけですぜひ回復期における呼吸ケアとリハビリテーションに関して知識と技術を深めていただければ幸いでありますよろしくお願いいたします、えー、神戸大学の石川です、えー、本セミナーは回復期における呼吸ケアとリハビリテーションというタイトルにて、えー、講義をさせていただきますえっと竹中さんは回復期にお勤めということですけれども 実際に回復期にお勤めになっている先生から見て、えー、回復期の呼吸ケアとリハビリテーションってどのような印象を持たれていますかあの,あのそういうご病気の方もいらっしゃるので大事だなとは思うんですけどもやっぱり多くは脳血管障害とかあの大腿骨の頸部骨折とかなのでどちらかというと中枢神経とか運動器のことを考えることが多くてちょっと正直あんまりそこまで手が回ってないというか考えきれてないっていうのが ななんかか実情かなと思ってます、はい、多分そのような先生が多いんではなかろうかと思います。少しででも本セミナーでそれれがヒントにになればというふうふ考えております今日お話をさせていただく回復期における呼吸ケアとリハビリテーションですが最初はまず現状と課題ですねそして改めて呼吸リハビリテーションの総論で対象疾患で誤え性肺炎と未診断の COPD そして基本主義。 そして ADL と運動処方の評価と注意点さらにフィズカルアセスメント基本主義というような構成でお話を進めたいと思います。最初に回復期における呼吸ケアの現状と課題についてお話をさせていただきます。これは今現在回復期リハビリテーションの対象となる疾患、えー、病態そしてまあ入院期間厚労省のホームページからこう抜粋したものをまとめたものでありますけれども。 ここで残念ながら呼吸器系の疾患について唯一言葉があるのはここの肺炎などであります残念ながら一番呼吸リハビリテーション対象疾患である COPD あるいは感染性肺炎、えー、そのような文言はここの中にはないわけですねそしてご存知の通り診療報酬も残念ながら呼吸器疾患には低いそして えー、算定日数も制限がかなりり厳しい現状にあります特に回復期の現状でありますが回復期病棟のです、ねあのー、実績指数と言われている、えー、ものでありますけれどもこの中で最初この FIM ですね FIM に関して、えー、退院時と入院時の差でありますので FIM の点数でいくと呼吸器時間特に代表的な COPD はできるできないでいけば もう時間をかけて非常に呼吸が苦しい状況でできるになりますそうするとこのフィム利得が非常に少なくなってしまうという現状ですそうするとできるのであればフィムが低いうちに早めに受け入れるところが呼吸器疾患の場合にはなかなかこれがうまくいかないで退院までにできるだけ自立度を上げるいわゆる退院時のフィムを できるだけ高得点にしたいわけですけどもできるできないでいけば入院時からどうにかできている。で退院時を比べてもこのフィムの点数の差っていうのはあまり出てこないそして今度は入院期間であります。できるだけ入院期間を短縮したいわけですが呼吸器疾患どうしても入院期間が長くなる傾向にあります。そうすると 呼吸器疾患を早めに受け入れると病態が不安定という問題も出てきます。でこのフィムヌ当然入院時の点数が高いという問題さらには呼吸器疾患の場合入院が長引く加えて専門的な呼吸器科の医師がいないこ,れをこのようなことが今現在、えー、回復病棟の現状ではなかろうかというふうに思われます。ではこのような こと回復期では今残念ながら積極的に呼吸ケアリハビリテーションを行っている状況にありませんがあの2018年に出された日本呼吸ケアリハビリテーション学会そして呼吸器学会で呼吸理学療法学会で出された合同の呼吸リハビリテーションに関するステートメントにおいてこの地域連携、えー、地域包括ケア,アシステム当然回復期が非常に関係しているところの 問題がすでに提示されておりますこの問題を少し確認してみたいと思いますが慢性呼吸器疾患の管理のためには呼吸リハビリテーションを含んだ包括的医療システムの整備が重要で地域における医療連携は欠かせないと呼吸器専門医の施設において呼吸リハビリテーションの導入を行い在宅でのプログラム継続を促し 地域の施設と連携して外来リハビリや介護保険を利用した通所リハ訪問リハなどのサービスを利用を検討するというふうに出ておりますさらにですね患者が居住地域のサービスを利用して生活していくことが理想であり地域包括ケアシステム多分皆様方ここに関わられている方多いと思いますけれども地域包括ケアシステムしかしこの地域包括ケアシステムなんですが 主に脳血管障害や運動疾患等に対して論じられ内部障害システムのの構築は皆無の状態であるやはりこの地域包括ケアシステム非常に素晴らしいものなんですがここに一つ大きな問題があります。地域包括ケアの確立にはサービス提供できる施設や人材の育成の充実が必要と思われますが。 呼吸器障害を持つ患者が利用できる施設や人材はまだまだ不足していると。また、慢性呼吸器疾患の病態が理解されておらず、介護保険における介護度が適切に評価されていない。在宅酸素療法危機管理指導の不十分さ。実際の日常生活への指導がされていないなど、地域での呼吸器障害の理解はまだまだ不十分であると。 呼吸リハビリテーションは医療だけではなく、介護分野においても浸透していくことが急務であるというふうに言われています。まさにこの急性期、そして地域、その間に位置するのが回復期です。もっともっと積極的に回復期でも呼吸ケアリハビリテーションに携わることが必要だということが、このような背景からも理解できるわけです。次に呼吸リハビリテーションの総論についてお話をさせていただきます。 これは先ほどお話ししたステートメントでありますけれどもこの呼吸リハビリテーションに関するステートメントで改めて呼吸リハビリテーションの定義が再構築されました呼吸器に関連した病気を持つ患者が可能な限り疾患の進行を予防あるいは健康状態を回復維持するため医療者と共同的なパートナーシップのもと疾患を自身で管理して自立できるよう 生涯にわたり継続して支援していくための個別化された包括的介入。ここでキーワードがいくつかあります。まず一つ目です。対象疾患でありますが呼吸器に関連した病気。これ呼吸器疾患というふうに出ているわけではなくて呼吸器に関連した病気というふうになっています。その対象として考えられるのはもちろん COPD や関節性肺炎に加えてですね 後ほど、えー、お話をしようと考えておりますけれども高齢者の肺炎高齢者の肺炎はもともと呼吸器疾患ではないわけです例えば脳梗喫管障害の方でも呼吸器の、えー、肺炎を合併することは非常に多いあるいは外科の終日期ですね、えー、消化器系の手術をしたその後に呼吸器の合併症を起こす場合もあるわけですさらに神経難病です 神経難病は筋ディストロフィー ALS などはもともと呼吸器疾患ではありませんけれども進行してくると必ず呼吸のケアあるいはリハビリテーションが必要となり従ってここの対象疾患というのは呼吸器に関連した病気ということですでさらに、えー、疾患の進行を予防そして健康状態を回復維持するとで自身で管理するというのは後ほどお話しいたしますセルフマネジメントという考え方です そして、個別化された包括的介入というのがキーワードになってきます。この包括的介入でありますけれども、原則としてチーム医療、えー、医師、ナース、PT、OT、ST、臨床工学医師、管理栄養士、歯科医師、歯科衛生士、ソーシャルワーカー、薬剤師、ケアマネといろいろな職種が関与しているということです。でこの中でも、特に今このチームの中で、 重要だと言われているのは管理栄養士の役割です多くの呼吸器疾患はどうしてもフレイルサルコペニアを合併している患者さんが多いわけですしたがってそのような方に対して運動療法を積極的に行っても栄養の管理が十分でない限り十分な効果は得られません呼吸リハビリテーションでやはり今入り口はこの栄養だというふうに考えていただきたいと思いますもう一点このチーム医療に関して注意していただきたいのは 皆様方がお勤めになっている医療機関すべての職種が揃わないと言われることあると思いますでも揃わなければリハビリテーションが呼吸リハビリテーションができないわけではありません皆様それぞれの専門職を持っています例えば PT が栄養の知識を持つ、A、OT が薬剤の知識を持つそれぞれの専門職をベースとしていろいろな知識を組み合わせていくところにこのチーム医療があるわけです